ロン出すかって言うんだけど、僕はその矢沢永吉さんになるのにキャロルっていうのがあったんで、その中で、ファンキーモンキーベイビーって曲があったから、それめちゃイケで、ラジオ日本語を送りしてきました。番組ツイッター
MC を務めます放送作家のガンス爆笑です。皆さんこんばんは。この番組のアシスタントジュースジュースの金沢智子です。はい、ということで先週に引き続きゲストが来ております。はい、紹介してください。はい、椿ファクトリーの山岸莉子さん、岸本夢乃ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでした、先週会ってみて。一週目でも緊張は解けてきました。本当に椿ファクトリーの山岸莉子です。皆さんこんばんは、椿ファクトリーの山岸莉子です。皆さんこんばんは、椿ファクトリーの岸本夢乃です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。